はい、皆さんこんにちは、マネリングルビジです。では今回は提督の決断法バップキットの日本プレーの続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、まあ、順調に対アメリカ戦、太平洋戦からドイツの支援ということでアフリカヨーロッパ方面へと、まあ、主力艦隊を転進させてきたんですが、そろそろですねアメリカにもう一度攻勢をかけて息の根を止めにかかりたいなというところで艦隊を再編成しました。で、分かりやすくですね1番から6番、まあ、番号の、小さいものを、まあ、いわゆる太平洋艦隊ということで対米戦で、9番以降数字の大きい艦隊はアフリカヨーロッパ方面に振り向ける艦隊ということで大きく分けました。で、第一艦隊からねちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ陣容はそんなに変わっていません。第一艦隊は飛龍双流型の空母を中心に正規空母赤城が入っているという構成です。で、第二艦隊も同じく双流飛龍中心に加賀が入っているというところ。で、第三艦隊がちょっと特殊で、戦艦武蔵海に加えて航空戦艦の伊豆越前、さらに基地型空母150機搭載可能な基地型空母2機を応用するという艦隊に、第5第6がそれぞれ潜水艦隊という位置づけになっています。で、第9第10以降の艦隊に関してはヨーロッパアフリカ方面ということで、まず第9艦隊なんですが、第9艦隊がですね今マダガスカルに入っているんですが、これを飛龍双流中心の空母部隊になりますが、これを一度アフリカ西海岸まで進めます。で、続いて第11艦隊はジブラルタルに入っているので、一番対イギリス戦ということでは最前線に当たりますというところで、まあ、一部駐波しているものもありますので、しばらくはこのジブラルタルで毒入りさせます。で、第12艦隊に関しては希望砲、ここも一旦希望砲で駐留。で、第13艦隊に関しては傷ついているので一度これをマダガスカルへと入れ替えます。こんなところですね。では生産からやっていきます。まずは戦略爆撃機も作りたいんですが、何はともあれ航空機ですね。で、航空機の設計もちょっとこの後お金に余裕があればやっていきましょう。まずはね、圧倒的に数が不足している雷撃機、これを50機、どうしても足の速い敵艦に対しては爆撃機だとねヒット率が悪すぎるので、一旦ここは雷撃機を中心に残ったもので重爆を生産しましょう。で、艦船はですねこの後洋上要塞型空母が上がってくるのでロールアウトしてくるので、これですね洋上要塞型空母、これの護衛艦として防空艦、まずは防空重巡洋艦、これをそうだな、まあ、数で言えば4隻ほど作っていきましょう。結構ねこれ足は遅い代わりに重武装、まあ、特に対空戦ですね、防空戦艦という、まあ、名前の通り防空を意識した作りにしてあるので結構ね鉄の消耗が激しいんですよね。で、あとは防空軽巡洋艦ですね、まあ、これは防空重巡洋艦と同じなんですけど、敵の潜水艦が接近してきたとしても爆雷の投下でこれを退けられるということで、どうしても空母と防空重巡洋艦だけで編成すると敵の潜水艦に対して、まあ、無防備になってしまうので、まあ、防空軽巡洋艦も艦列には加えましょうというところですね。で、まだお金が少し余裕があるので、そうなると、まあ、情報活動ですね、カリブ海で、あとは兵器開発は特にないので技術開発ですね、ちょっと薄めに入れていくしかないかな。今回は希望砲を攻略してあるので、希望砲のね攻略が完了すればボーナスがガツッと入ってくるんで、まあ、それに期待しましょうというところと、あとは今作った
飛行機を乗せていきましょう。数がちょっと足りていないところを中心に補充していきたいので見ていきます。虹の重爆で構成するとちょっときついよね。となると97式の観光にちょっと変えちゃって、まあ航空機の数空母で編成している以上全く数が足りていないっていうのがね実情なので、加賀もちょっと艦載機のすり減りが激しいですね。特にこの対アメリカ戦の太平洋艦隊に関して言うと、まあ序盤は活躍したんですけど、その後ほとんど戦闘に参加していなかったので、航空機の配備が少し古いものが多いというのが実情かな。今ちょっとね改めて見てますけど、いや数が全然足りないけどしょうがないな。さあこれで一旦ターンを送っちゃいましょう。またお金が入ってくるのでそこで一気に開発、設計、生産していきます。防空艦がいくつか上がってきてますね。で、中型ディーゼル機件3が入ってきますというところで、希望後の攻略のボーナスを受け取りましょう。1万5000です。井上さんが中将に昇進ですね。さて次ペルー、カリブ、フォークランド、この3つの中から1つか。ちょっとペルーから見ていきますか。ペルーには敵の航空戦力、航空基地が3つありますね。で取れるのが鉄、お金、アルミが欲しいんだよな。で、カリブ海の方はというと、ここも航空基地3つに対して、アルミが3か。カリブ海取りたいな。まあアメリカのねそぐっていう意味でもいいかもしれないですが、一方フォークランドは鉄が3、お金が5か。ちょっとフォークランドはないな。そうなるとカリブ海かペルーになるね。まあ戦略的にはペルーを取ってしまって封鎖したいなっていう気はするんですけど、カリブ海ちょっと悩ましいな。一度ペルーに設定しておきますか。で、今回もまずは生産からしていきましょう。航空機、本当は新しい新型機をねそろそろ入れていってあげたいところなんですけどね、まとまった数やっぱりどうしても欲しいんで、こういう風にちょこちょこ作るぐらいだったら雷影機器ドーンっていう風に作った方が配備しやすいので、一旦90機ガツンと作っちゃいましょう。これでもアルミはなくなりましたんで。で、新しく仮に設計できるものがあれば設計していきたいけど、ちょっと今はないよね。で、あとはですね、兵器開発で中型のディーゼル機関が入ってくるはずなので、それをやっちゃいましょう。で技術開発、お金に余裕があるうちに思い切って入れてきます。でスパイ活動は十分に進んでるね。まあ、仮穴にちょっと入れておきますね。そしたら、主に太平洋艦隊の方に
航空機の割り振りを行っていってペルー沖攻略を始めていきましょう。赤城、ここにちょっと艦載機増やしましょう。97式の艦攻、虹の攻撃、爆撃機がやっぱりちょっと足りないんだな、こうやって見るとね。攻撃機を爆撃機として入れちゃうのはかなりもったいないよね。でもしょうがないか。次のターンで爆撃機作りますか。そうすると第三艦隊のこの洋上基地型空母に思い切って攻撃機を大量に積み増しましょう。おっと、カリブ海、アメリカ軍艦隊だいぶ再建してるな。第一艦隊、まあこれは巡洋艦中心の艦隊にはなってますが、第三艦隊、これは正規空母リプライザル、さらに護衛空母2隻ですね。第5艦隊、これもまだ再建中かな、まあ巡洋艦クラスだと思いますが、第6艦隊は強力だな、戦艦6隻。第7艦隊は正規空母ワイルドビル、さらに、護衛空母モンロー。第11艦隊は潜水艦隊ですね。いや、いつの間にかかなりごっつくなってるぞ。作戦を急がないとまずいことになりそうだな。そうするとまずはどうしようかな。物資援助は石油の押し売りをしておいて、お金を貯めておく必要は今となってはないので、そしたら洋上基地型空母、いや洋上要塞型空母、これをさらに2隻建造しましょう。これで軍の息の根を止める。ただどうしてもね、空母の数があっても空母に乗せる航空機がないんだよね。アルミがだから喉から手が出るほど欲しいですね。そしたらペルーを初めに取っちゃうか。送り込む艦隊をちょっと考える必要があるな。あとは、アメリカ軍の動きですね。カリブ海から万が一メキシコに近い岸に艦隊を送ってくる可能性がゼロではないなということが分かったので、第5、第6の両潜水艦隊は残しましょう。で、ペルーに第1、第2、第3艦隊を送ります。どうしてもね、3個艦隊を送らないと、敵の艦隊と航空基地両方が出てきた場合に叩けないので、ここは我慢して 1,2,3 の艦隊を送って、第5第6両潜水艦隊で万が一メキシコにアメリカ軍艦隊が押し寄せてきた場合にはしのぎましょう。で、アメリカ西海岸、メキシコ西海岸の方なんですけど、どうだろうな、補充できるものある？虹の重爆とか配備してるんで、なんかしのいでくれそうな気はするけどね。これを見る限り虹の重爆攻撃でしょ。で、第一飛行場の方も虹の重爆攻撃入ってるんで、まあ潜水艦隊と飛行場でしのげる想定で進めていきます。では時間を進めます。さあペルー沖侵入したけど敵の艦隊が出てくるかどうかですね。まあ一番硬い第三艦隊、これは戦艦武蔵プラス戦艦海だったか伊豆だったかに航空戦艦が2隻、さらに洋上基地型空母2隻という一番硬い、この第3艦隊を一番前衛にして、第2、第1艦隊をその後ろにつけます。で、敵の飛行場は3つです。まずはともあれ敵の艦隊がいるかどうかの索敵から始めることになると思うので、
あとは、今見えている揚陸艦は、ちょっと一箇所に集めちゃいましょう。揚陸艦を頭に置いておく必要は全くないので。なんで撤退しようとしてるんだお前ら。撤退など認めないぞ。そうか、航空戦艦だけど、あれだね、航空機がないから撤退しようっていう腹だな。なんかここは頑張ってもらわなきゃいけないので。なんか敵の艦隊発見しましたね。そうか、軽空母、航空戦艦に乗せる水蒸気もちょっといくつか用意しとかないとまずいな。どこで戦いが起きてるんだ。ここだ、エセックス君の正規空母、これ撃沈してますね。早いな、助かる。で、軽空母3隻、これも沈めたいね。護衛の駆逐艦、随伴の駆逐艦は沈めましたね、遺跡。あとはこの護衛空母3隻を取り逃さずに仕留められるかどうかで、敵の艦隊が、航空基地に迫れば迫るほどこちらも敵の航空基地の、攻撃レンジ内に入ってしまう可能性が高くなってくるので、できるだけね、敵の艦隊が基地の方に戻る前にダメージを与えて沈めておきたいですね。数は特に空母はね、沈めておいて相手にする敵の航空戦力は敵の基地戦力だけにしておきたいというところなので、まあ、爆撃機、攻撃機積極的に飛ばしていくっていう、まあ、形になってますね今。あと敵の艦隊が2つなのかっていう疑問もあるので、3個艦隊出てきている可能性も十分にありますからね。さあ、逃げ惑うアメリカ軍の空母、これを沈めていきます。魚雷が当たればね、沈められますからね。理想は魚雷で敵の足を止めて爆撃機でとどめを刺すっていうのが、まあ、一番段取りとしては良さそうかな。こんだけ航空戦力を要していると絶え間なく攻撃を加えられるんで、取り逃すリスクっていうのは雨、あとは夜、この2つの要素を除けば、まあ、だいぶ戦いやすくなるかなっていうところはしますね。あとはすいません、何回かお話してますが、僕の住んでるマンションが今ちょうど大規模修繕工事に入ってまして、ちょっと外が騒がしいんですが、その辺はご了承いただければ嬉しいなと思います。で、軽空母1隻撃沈してまして、もう1隻ですね、軽空母、これも沈めちゃいましょう。やっぱ急降下つけててもね、爆撃機の精度だとなかなか沈められないっていうのがあるからな、まあ、1隻、あれは駆逐艦かな、取り逃してますけど、まあ問題はない範囲かなと思います。で、ちょっと夜になるのを待って揚陸艦を送り込みたいので、揚陸艦を進めていきます。
敵の艦隊がいるかどうかだな。あともう2個艦隊は間違いなくいるのを確認してるので、プラスアルファ艦隊がいるかどうかはちょっと確認しておきたいね。あと敵の爆撃機が飛んでるな。発見されましたね、ついに。ここで直縁と防空艦がしっかりしのいでくれるっていうのが前提だからね。いやー、しっかりしのぐね。役割果たしてくれてるよ。で、敵の砲台沈黙させたので、いよいよ夜のうちにこの第一飛行場、これを占領しちゃいましょう。で、アメリカ軍のは夜間に離発着可能な航空機が、できてるかどうかですね。もしできてるって話になると、今揚陸艦4隻も第一飛行場に向けて、進めてますけど、これが沈められてしまう可能性があるので、そこだけちょっと注意が必要ですね。夜のうちに空母艦隊は沖合へと退避。一番怖いのが、アメリカ軍6隻の戦艦部隊がいたと思うんですけど、あの6隻の戦艦部隊がこの野員に乗じて空母艦隊に接近してきて、これがやられるっていうのが一番痛いので、まあ、それだけはね避けたいところなんですよね。で、揚陸部隊が上陸を、上陸部隊が敵の航空基地に向けて進軍中というところですね。了解。飛行場破壊した。そしたら急いで退避しましょう。揚陸艦部隊は。発見されたか。沈められるぞ、この揚陸艦が。この揚陸艦たちはもう撤退してもらっていいくらいだからね。撤退してもらいましょう。役割はしっかり果たしてもらったので、敵に居場所がバレた以上は急いで撤退だな。敵の艦隊戦力はいないでいいのかな。そうすると2つの飛行場に対して爆撃機を飛ばせば決着がつくはずなので、それぞれ艦隊を敵の基地近くまで進めていきましょう。こうなってくると本当に
味方の艦隊が想定していない場所に敵の戦艦部隊が出現するっていうのが一番怖いんで、それがなければこの戦いは完勝かな。傷ついてはいないと思うので、第1、第2、第3と。敵の偵察機に味方の場所がバレましたね。場所がバレた以上は敵の爆撃機に備える必要があります。ちょっと航空機の攻撃レンジ外ですね。まだ1回2回と攻撃機を飛ばすことになると思うんですが、後続の艦隊がちょっと足が遅いで、敵の艦隊はいないという前提に立って足を早めましょう。PS2 版の提督の決断法パープキットも購入したので、まあ、ちょっと近日中にプレイをしていきたいなと思うんですけど、PS2 版の場合だと今ご覧いただいている俯瞰的な見方というか画面以外にも、本当にもうちょっとリアルなというか、戦闘シーン、回戦シーンが見れたりするんで、まあ、ちょっとそういう楽しみ方もね、していきたいなということで、近日PS2 版の提督の決断をバープキットもプレイしますんで、もしよかったらね、そちらの方も覗きに来てくれれば嬉しいなと思います。という宣伝をしつつ、艦隊の方は敵の航空基地攻略を継続中というところですね。ちょっと爆撃機がまだ届かないね、距離的にね。3日目までずれ込むかな。ちょっと時間を早めていきましょう。航空隊発艦。もう敵の艦隊はいないのはほぼ確定かなと思います。第二飛行場かな、これは。第2飛行場がもう風前の灯火ではあるけど、もうちょっと時間がかかるかな。で、第3飛行場は無傷ですけど、3個の空母艦隊が、敵の射程、航空戦力の射程内に入ってくれば沈められそうかな。なので夜明けとともに、航空隊発艦して爆撃を浴びせましょう。よし、これでペールーは取りましたね。このあとカリブ海の艦隊がメキシコ西海岸に侵入してこないことだけを祈ります。大丈夫だね。で、航空水上レーダーと総圧ジェットの機体ですね。これはすぐに開発していきましょう。
いやー、ちょっとヒヤヒヤしましたけど、なんとか取れましたね。そうすると、ペルーにいる艦隊、この艦隊をどうしようかな。カリブ海に進める？いや、カリブ海のアメリカ軍の艦隊かなり強力だね。このカリブ海の敵の艦隊叩けばほぼこの戦い決着できる、対アメリカ戦という意味では。なのでちょっと次回はカリブ海に進撃をしていきましょうか。というわけで、今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。